3月の第37回全国高等学校選抜大会、9年ぶり5度目の優勝ということで、報告を、いたします。連覇がかかるわけですね。そうですね、土壌の夏は。あんまり勝ちすぎて。すると、実際、今学校に夏の優勝と春の優勝があるんですよ。去年も夏の大会。なるほど。愛知県で開催された春の選抜大会で9年ぶり5度目の優勝することができました。優勝できたのも沖縄の皆さんの支えと応援があったらだと思っています。また夏にはインターハイもあるので優勝を目指して頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。